はい、おはようございます。どんチャンネルです。1月17日、昨日ね、夕方起こった事件がね、夜報道されて、刺されて死亡した女性、身元が判明、福岡県博多駅前の殺人事件っていうことで、今日の朝配信されてるんだけど、記事読みますね。16日夜に福岡市博多区博多駅前2丁目の路上で女性が男性に刺された後死亡した事件で、福岡県警は17日、女性は同県中川市江古会社員川野美希さん38と確認されたと発表した。男性は現場から逃走しており、県警は殺人事件とみて行方を追っている。県警によると、逃げた男性は30から50代とみられ、黒の上着を着用していたという。2人が路上を一緒に歩いていて口論となり、男性が女性の胸付近などを刺した後、刃物をバッグに入れて逃げたという目撃情報もある。捜査関係者は男女間のトラブルが原因の可能性が高いと見ているっていうニュースですね。昨今全国でもね、火をつけたとか刺したとか、ね、それも身内でやってるような事件がね、多く報道されて、路上でインタビューされてたおばちゃんもね、またねとか、そんな感想をね、言われてましたよね。地元の僕たちとしてはね、やっぱり博多駅の真ん前でね、殺人事件が起きるとかね、ちょっとやっぱ「え？」っていう、ファッと納得できないような感じなんですね。地元の人、最初は博多駅2丁目っていうことしか分からなかったんで、自分も場所が、はっきり分からなかったんだけど、後の、報道映像とかを見るとさ、太白通りに、海側を背中、博多駅側を向いて、左手、あ、右手に、お菓子屋さんの魚水庵があります。で、誰もが知ってる日光ホテルがあります。で、カプセルホテルの、キャビナスがありますよね。で、事件はそのキャビナスホテルの入り口で道があって、その道の反対側にあるのが、福岡朝日ビル、朝日新聞の福岡本部があるところで、もうそのビルは駅前にあるでかいビルなんですよね。その端っこにある、1階の端っこに入っているセブンイレブンとキャビネスホテルの間の通路の道、多分その間の道をね、歩いていったんじゃないかな。ね、殺人現場の場所がここですっていう報道写真とかを見ると、みたいに思えるし、向かい側の駐車場の管理人の方がね、防犯カメラの映像を県警に提供したとかいう別記事があって、それはキャビネスホテルのね、パーキングなんですよね。太白通り沿いのオフィスビルとかで働いている人は、普通にね、通る道なんですよ。今日の朝もさ、まんじりともせずにね、通勤する人は通ったんじゃない？ああ、昨日ここで人が刺されんしゃったばいね、とか思いながらさ、もう、あれかな、規制はもうないだろうしね。でも、僕たちさ、福岡の人間がさ、東京に行ってね、例えば秋葉原に行くじゃない。で、ああ、ここが秋葉原事件の殺人現場かとか思いながら歩いたりするんですよ。地元でね、人が刺し殺されてね、ああ、ここが昨日事件があった現場かとか思いながら付近を通るのって、やっぱあんまいい気はしないし、まだ犯人捕まってないからさ、福岡市民はまんじりともせず、
一夜を明かしたっていう感じですね。はい。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。